それを一度で一気に泡も作りながら継いでいくのがこの昭和初期のビアホールで継がれてた日本の伝統的なビールの継ぎ方ですね。まあ、一度継ぎって言われるんですけど、当店ではファーストっていう名前でやってます。はい、生ビール継ぎ分け専門店ユーリンズビア。去年12月に中村翔太さんが地元の宇部市でオープンさせました。シンプルにめちゃめちゃ楽しいですけどね、好きなことをやっぱり具現化して形になって、それを応援してくださる方がいらっしゃってすごくありがたいし嬉しい。こだわりはスイングカランという昭和初期に活躍したサーバーを置いているところ。多くの店で使われているサーバーもあり、違いを楽しむことができます。現代のサーバーだと内径が5ミリですね。で、昭和のサーバーは内径が9ミリ。かなり希少なサーバーで、まあ、県内ではうちにしかない、全国でも50店舗ぐらいしか稼働してないようなサーバーなんですよね。現代のサーバーよりもビールホースが太いので、ビールが出てくるスピードもおよそ3倍から4倍だといいます。爽快感が感じられるか、いいファーですね。美味しいですね。客の喜ぶ顔が励みという中村さん。学生時代にはバンド活動にのめり込み、8年間地元で活動した後、音楽で生計を立てようと上京しました。しかし3年前、それまで13年やってきたバンドが解散し、地元に帰ることを決意。バンドと共通する点が多いと感じた飲食業を選びました。直接こうお客さんと近いところで、まあ、コンサートとかね、あのダイレクトに、まあ、笑顔とか反応を感じられるというところで、それ一致する部分があったから多分飲食業が好きだったと思うんですよね。ラーメン店などでアルバイトを続けているうちに独立への気持ちが芽生えました。かつてビールメーカーが運営する関東のレストランでアルバイトをしているときに、ビールの継ぎ方にインパクトを受けて興味を持っていた中村さん。後押ししたのは有名店との出会いでした。広島のビールスタンド重富さんという、あの、まあ、知る人と知るビールの名店があるんですけど、そこでもかなり刺激を受けて、まあ、継ぎ分けっていうあのもの自体もそうだけど、そのマスターの思いとか人柄とかに、まあ、結構ファンになっちゃって、でこういった、まあ、設備面のお話とかも直接重富さんから教えてもらったりとかして、まあ、反映させたのがこのお店って感じですね。現代のサーバーとこだわりの昭和のサーバーをうまく使いながら、オリジナルの口当たりを演出します。昭和のサーバーより今度は逆にかなり流速ゆったりなので、その分しっかりと液体の中に炭酸が残るような仕組みになってます。でそこに昭和のサーバーで今度は泡付けをしてあげる。昭和のサーバーで作る泡がかなりとろっとろのきめ細やかな優しい泡になっております。すごいなんか柔らかい感じで美味しかったです。まあでもやっぱりこのビールが本当、まあ、びっくりするぐらい、まあ、注ぎ方でこんなにも違うのかっていうのはやっぱちょっと感動しましたね。やめらんないっす。時にはギターを手に自慢の歌を披露する中村さん。コロナ禍での独立にも不安はなかったといいます。こういうなんか我慢を強いられる時代だからこそ、ちょっとこう肩の力を抜くというか、お酒を飲んでリラックスして、あのまた明日に迎える外食産業というか飲食業というのは絶対人の生活に必要なものだという確信があるんですよね。店にはバンド活動をしていた時に応援してくれた人も顔を出してくれるということで、中村さんは音楽にも感謝しながら長く店を続けていきたいと話します。たくさんビール継いで、そのビールの数だけこの自分の地元宇部に笑顔を生み出していけたらなと思ってます。